丈夫なの？ああ、いいよいいよ。寝てて。顔真っ赤だし、目がとろーってしてるし、しんどいよね。今日はいろいろ私に任せて。君はゆっくり休んでて。うん。お言葉に甘えてください。どれどれ、ちょっとおでこ触るよ。あっち。すごい暑いね。熱測った？あ、やっぱり体温計なかったよね。よかった。前体温計なかった気がしたから、念のため買ってきたんだ。じゃじゃーん。電池あるかな？うん、入ってる。じゃあこれでお熱測りましょうね。うん。ちょっと脇の下失礼しまーす。もう、何恥ずかしがってんの？そんな動いてると熱上がっちゃうよ。私に任せてって言ったでしょ？すべてを私に委ねてください。わかったかな？うん。よしよし。ちょっと首元から手入れるからね。脇の下失礼しました。あ、ごめん。手冷たいよね。びくってしたから私がびっくりしちゃった。本当に？体熱いから冷たい手がちょうど気持ちいい？そっかそっか。じゃあ、体温計鳴るまで胸の間に手のひらを置いとくね。え？何笑ってんのって。なんかドキドキするんだもん。こうやって胸の間に手を置いとくと、君の心臓の鼓動が手に伝わってきて、ドキドキするのになんだか落ち着く不思議な感じなんだけど、すごく安心する感じ。そんなん高くないといいけど。何度かな。37.7度か。思ったよりはなくて安心かな。よいしょ。おでこ触った時すごく暑かったから、もっと高いのかなって思ってすごい心配だったけど、でも、君、確か平熱35度前半くらいって言ってたよね。じゃあ、37.7 も、だいぶしんどいね。食欲はどんな感じ？食べやすいものなら食べれそうか。ちょうど、消化のいいもの食べれるかなーって思って、卵がゆの材料買ってきたんだけど、食べれそうかな。食べれそう？よかったー。オッケー。じゃあ、ちょっと作ってくるね。早く良くなるように愛情いっぱいで作るから。うん。いい子で待っててね。よいしょ。
きました。いい香りだね。あんまり多くてもあれかなと思って少なめに継いできたよ。もちろんあんしてあげるね。こうやって看病できてほんと幸せ。なんでってゆっくり君と過ごせるし、こんなこと言うと怒るかもしれないけどさ、なんか弱ってるところが可愛くて。バカにしてないよ。いつもしっかりしてて頼りになる彼氏って感じだけど、今日はなんだか弱ってて甘えて欲しくなるというか、甘やかしたいというか、母性本能がすごーくくすぐられちゃうの。だから普段あんまり甘えてくれない分、今日はさ、いっぱい甘えて。じゃあ熱々だからフーフーしましょうね。よいしょ。はい、お口開けて。あーん、どう、おいしい？よかったー、うれしいなー。はい、はい、あーん、ほんと幸せ。美味しそうに食べてるとこ見てるだけでも幸せすぎる。ほんとだよ。美味しい。あーん、うん、なかなか意外にいい食べっぷりだね。次でラストかな。お腹いっぱいになった？うん、そうだね。体調悪いから食べ過ぎたら良くないかもね。はい、じゃあこれでラストね。あーん、もっとあんしたかったな。またさせてくれる？ほんとに？やったー。大好きだよー。よいしょ。はい、お茶だよ。飲める？しまして、うん、ちょっとお皿持ってってくれね。よいしょ。眠たい？そっかそっか、まだ寝れそうにないか。何かしてほしいこととかある？
していいの？だってさ、いつも恥ずかしかってさせてくれなかったじゃん。本当はしてほしかったの？そういうとこほんとかわいい。ぎゅーってしたくなる。なんでぎゅーしてくれないのって、体調悪いからあんまり抱きつくとしんどいかなーって。また今度いっぱいさせてください。いいかきを取ってくるからちょっと待っててね。はい、じゃあ膝枕する？照れない照れない。膝に頭乗っけてください。オッケー。じゃあ左耳の方からしてくから、こっちを上に向けて。はい。なんか人に耳かきするの初めてですごく緊張するな。傷つけないように慎重に慎重にするから安心してね。では行きますよ。失礼します。
ふわの寒天入れるよ。右耳するね。反対向いてください。よいしょ。はい。右耳、失礼します。
ーするよ。だって本当に好きじゃん。だった？嬉しい。すごい気持ちよかったってことなら、またさせてくれるってことでいいですか？はい。恥ずかしがってもするからね。実はね、あれ買ってきたんだよ。これこれ。そう、胸に乗ってスースーするやつ。お母さんが塗ってくれるやつだよ。ペポラップ。どっちかっていうと、私がやりたいから買ってきちゃったって感じかな。寝込んでる君に、私が乗ってるとこ想像しただけで、母性本能が溢れて、キュンキュンしちゃって、つい買っちゃったんだ。何？変態じゃないもん。というわけで、塗らせていただきます。のボタン開けるからね。こら、恥ずかしがらないの。おとなしくしなさい。よし。懐かしいこの匂い。すごくスーってするこの匂い、ちょっとヒヤッとするよ。ぬりぬり、どう？気持ちいいでしょう。鼻通りも良くなるしね。ぬり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 、なんかさっきより心臓ドクドク速くなってる気がするんだけど。ペポラ胸に塗られてドキドキしてるんでしょう。恥ずかしがらなくてもいいんだよ。よく寝れるようにお腹トントンしよっか。もっともっと赤ちゃんみたいに甘えてもいいんだよ。バブバブって言ってみ。冗談だよ。はい、じゃあお布団かけるよ。
よし。私も隣で横になってお腹トントンするね。お邪魔しますと。風邪移っちゃうよって言われてもいいわね。ずっとくっついときたいの。ダメ？ダメ？照れてる。やっぱりさ、ちょっとぎゅーしてもいいかな。ぎゅー。好きだよ。早く元気になってね。もっと捨てたいけど、今日はゆっくり休んでもらわなきゃだから、我慢する。だから、今度、いっぱいしてよね。なんかトントンするね。寝れそう？眠るまでトントンしてるね。安心して寝て。